格好。格好は、アルペンスキーの競技種目の一つ。ダウンヒル、ダウンヒルとも呼ばれる。アルペンスキーの競技種目の中では最もコースが長く、スピードも速い競技である。スーパー大回転と並んで高速系種目に分類される。競技の性格上経験がものを言う場合が大きく、ベテランの活躍するケースが多い。 1921年のイギリススキー選手権のために、アーノルドルーンによって規則が作られたのが最初である。格好は、技術、勇気、スピード、リスク、コンディションの5つの要素によって特徴付けられ、コースはスタートからフィニッシュまで異なるスピードで、滑り降りるようにしなければならないとただしされている。国際スキー競技規則702.2。日本人男子では、片桐美きを 相原博之、千葉・信也、富ト義博が過去の代表的なレーサーであり、近年では富井剛、滝下康之がいる。アルペンスキーワールドカップにおける日本人選手の入賞は過去3度、当時の入賞制度あり、1980年、ウェンゲン、スイスで片切りが13位、1987年、フラノで相原が9位、1988年、 ロイカバード、スイスで千葉が12位に入っている。オリンピックでは1988年、カルガリーオリンピックでの千葉11位が最高順位である。特にウェンゲンでの片切りの13位は1位の県リードにわずか1秒50差に迫っており、日本人男子が格好で最も世界のトップに近づいた数字として現在も残っている。1998 99シーズンには滝下がワールドカップ直下のヨーロッパカップの格好で日本人史上初めて種目別総合優勝を果たした。しかし、それによってワールドカップの前線参戦権を得た翌シーズン持病の腰痛の治療のため棒に振っている。日本人女子では川端恵美が1980年代後半から1990年代前半にかけて活躍し、 中でも1989年の世界選手権では5位に入場しているほか、男女を通じて世界選手権の同種目における日本人最高位、1993、94シーズンにはサンクト・アントン・アム・アルベルク、オーストリアで開かれたワールドカップで3位表彰台に上っている。しかし、今日の日本では規定を満たすコース確保と日程確保、 格好の公式開催には最低限3日間のコース閉鎖が求められるイコール口術のように、標高差の問題で、スキー場のメインコースを使用する場合がくつまり、全面閉鎖ということになり営業面での打撃が大きいが困難なことと、ソルトレークオリンピック以降は、成績低迷を理由に全日本ナショナルチームから、格好をメインとするスピード系地位が消滅してしまい、 それ以降大会が開催されていなかった。2013-14シーズンより、大竹2240スキー場にて、久々の大会が開催され、翌年の2014-15シーズンには、全日本選手権の開催が予定されていた。しかし、火山噴火の影響により中止となり、2015-16シーズンは、記録的弾頭による雪不足のため中止となっている。 スタート地点とフィニッシュ地点との標高差は、冬季オリンピック、アルペンスキー世界選手権、アルペンスキーワールドカップでは、男子の場合は800メートルから1100メートル、女子の場合は500メートルから800メートルで設定され、平均して時速100キロメートルの速度で滑走する上、男子のコースでは最大時速150キロメートルにも達する。 コース中にはジャンプが設定される場合が多い。コースには8メートル以上の間隔がある鬼門が何本か設置される。アルペンスキーの他の競技種目では赤色と青色の鬼門を交互に立てる必要があるが、格好では赤、または青の鬼門を設置すれば良いとになっている。通常は赤の鬼門が使用されている。鬼門間が長いため次の鬼門が見えないことも多く。 次の基門に向けて雪上に方向を示すペイントがされることも多い。回転、大回転の技術系種目では技術の差を競うという意味合いから同じ競技場所でも競技のたびに基門の設定を変更する。しかし、格好においては速度を制限するという意味合いがより強く世界的に有名なコースでは設定があまり変化しない。このため コースレコードというものが存在するコースもある。日本ではかつて、アルペンスキーワールドカップの格好が、フラノスキー場、雫石スキー場、白馬八方尾根スキー場で開催されている。もっとも、雫石スキー場は93世界選手権、白馬八方尾根スキー場は、長野オリンピックのプレ大会としての開催であった。他に全日本スキー選手権等の公式大会の、 開催経験のあるスキー場としては、カムイスキーリンクス、北、大雪スキー場、ニセコアンヌプリ国際スキー場、滋賀高原東立山スキー場、ナルコスキー場、2002年廃止御嶽たけ2240スキー場などがある。アルペン競技の中でも特に長い距離のコースを必要とするという特性から、コース確保のために行われる樹木伐採と、 自然保護との関係が問題となることが少なくない。日本でも1972年札幌オリンピックでは、江庭岳にコースを新設する際に大規模に樹木を伐採したことが自然破壊だと批判を受けた。また1998年の長野オリンピックでは、格好競技会場を決定するにあたりスタート地点をめぐって問題が起こった長野オリンピック格好競技場設営問題。 格好の装備はそのスピードという最大の特徴から空気抵抗の低減と生命の安全のに大要素から構成される。ストックは選手が脇に抱えてクローチングフォームを取る際、外方向に広がらずバスケットが背中に隠れるよう体側を襲うように曲げられている。平滑はスパンデックス生地のワンピーススーツはクローチングフォームに最適化し立体裁断されており、 極力しわがるのを抑えられている。ただし、体型のアウトラインに変更を及ぼす、空力付加物をエアに採掘することは禁止されており、事実上パッドなどは取り付けられない。ただし、現在は、脊椎の保護のために背中には、ウレタンのプロテクターが入っており、背中から雪面に叩きつけられても、大怪我に至ることは、極めて少なくなっている。頭部を保護する有効なヘルメットの装着が、 義務付けられている安全性を高めるために、2010年現在、スキーの最小ターン半径を男女45メートル、長さを男子は215センチメートル以上、女子は210センチメートル以上と規定されている。2013シーズンからは一部、2014シーズンからはすべての公認大会で、スキーの長さは男子218センチメートル以上。 カテゴリーによっては 213cm 以上、女子 210cm 以上、カテゴリーによっては 205cm 以上、回転半径は男女ともに R50m が適用されている。格好では競技の前に公式トレーニングが設定されており、競技に参加する選手は公式トレーニングに参加する義務を負う。公式トレーニングは最低1日、通常は2、 三日設定され、この間に、選手は、実際にコースを滑走する。公式トレーニングに一度も出走しない選手は、競技に出場することが認められない。この点は、スーパー大回転と大きく異なる。また公式トレーニングの開始前に審判団、ジュリーは、チームキャプテンやコーチの立ち合いのもとに、コースの下見、インスペクションを実施する、ジュリーインスペクション、アルペン競技においては、 すべての競技で実施される。その後、選手がインスペクションを行う。回転、大回転とは異なり、格好は一部の例外を除いて一本のタイムで順位が決まる。ただし、日本国内でのレースでは日本語系タイムでの順位を争う場合も少なくない。これは国内のスキー場でどうしてもロングコースが確保できない場合の緊急措置とも言える。オリンピックや ワールドカップなどの大会では、おおむね1分50秒から2分50秒の間で優勝タイムが決まるようにコース設定される。また、1位と2位の差が100分の1秒ほどしかないこともあり、近年では男子競技においてコースが長めに設定される傾向がある。格好は速度が非常に速く危険度が高い競技であるため、選手が コースから外れた際に衝突する可能性がある障害物に対して高さのあるセーフティーネット、セーフティーフェンス、パッド、雪の壁、袋詰めされた藁等の方法で保護し安全性を高めている。それでも選手は練習中、あるいは競技中の事故で大怪我を負ったり最悪の場合、競技中に自己死したウルリケマイヤーのように死に至る場合もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。